公平心は、新末民初の軍人、直霊派に属した、直霊省関係出身、字は、馬橋。1908年、洋ュ球ら14名と共に、清陸軍部のフランス留学第2班に選抜され、ラフレーシュの国立陸軍幼年学校に留学し、1911年、航空技術を学ぶ。新外革命後の1914年に帰国し、 北京の南縁航空学校にて、洋石球と共に飛行教官を務める。長訓復壁勃発後の1917年7月7日、断機髄の命により、南縁航空学校は、内逆軍臨時航空隊に改編され、校長の申告、洋石球と共にコードロン C 型で、至近城への偵察、豊か台の弁守軍人地や北京城内南川沿いの長訓邸宅への爆撃、 天安門上空で投降を呼びかけるビラ散布を行った。同年10月19日、騎閉症候となる。南縁航空学校が航空教練所に改編された後の1921年2月、三代目所長兼航空所参事上構想を務めた。総根の政権掌握後の1923年12月19日、航空所軍事長庁長,長に任ぜられる。 1924年9月の公設、戦争勃発前夜、南炎航空学校教育長の正規に、中央臨時航空隊の編成が命じられる。小王子が、隊長、ジョイワクはじめ、米吉ヨシの儀、シャナルサツキラが隊員となり、任務に当たることとなった。中央臨時航空隊の蘇州駐屯当時、方兵神を指揮官として、チャンスー航空隊との統一指揮部が編成され、 飛行員8人、爆撃機発機を共有した。同年10月の北京政変後、直令派の航空隊関係者の多くは、局玉を率いる国民軍に編入され、西北変貌。ただ主弁公所航空司令部や第三軍航空隊の所属となった。しかしそれらの中に、アワビ兵身の名前はなく、直令派に止まった可能性がある。1926年6月、 うち族、貫軍航空司令部しばらく変更空隊葬式。その後国民政府に加わったとみられ、1931年8月10日、軍政部航空処分所課課長となる。1934年、軍事参議院市議となり、在職中の1936年には、騎兵中高に昇進。1937年7月、軍事参議院市議の任を解かれ、 以降の動向は不明。ありがとうございます。